このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。はい、どうも猫兄さんです。今日は猫あるあるをお届けしたいと思います。それは作業している時の猫のお手伝いです。今回はお店のスタッフが作業しているんですけれども、猫ちゃんが集まってきましたよ。何やら楽しいことが起こる、そんな気がします。やっぱりなんか遊んでますね。そりゃ紐で作業してたら遊ぶなっていう方が難しいですよね。猫ちゃん紐大好きですもんね。これさあ、みんなどうするか様子見てますね。今回のお店は保護猫カフェ猫の恵庭さんです。大阪南波に近いところにありますね。とっても広くてね、すごく気持ちのいいお店ですので、ね、ぜひ行っていただきたいお店であります。今紐をちょいちょいしているのがラブちゃんって言います。このお店のフォトジェニック、何でも首輪とかね似合う子なんですよね。猫兄さんの首輪とかもつけてくれるんです。今もつけてくれてますよね。とっても美人さんでしょう。今遊んでいる子が長毛のベジタ君です。もう一匹ね長毛の子いてるんですけどもね、この動画を作成するにあたってやっと区別がつきました。鼻キスをするのかなと思ったら、なぜ猫パンチ。自分から言っといて猫パンチって知らん顔ですかあなた。ベジタ君なかなかマイペースな子ですね。で、今遊ぼうとしているのがシュウ君です。シャム猫っぽいですよね。とってもイケメンの子ですね。目も青くて、で人が大好きでよくね遊んでくれますね、シュウ君。遊んでくれないかな。ちょっと誘ってますよ、僕は。隠して見して、隠して見してってやると猫さんちょっとだけね反応が変わってくるんですよね。はい、今来ましたね。もう一発猫パンチ。今の爪出てないので大丈夫なんですけども、たまに猫ちゃん興奮するとね爪が入るので、猫と遊ぶとね生傷が絶えなかったりするので気をつけください。で、作業が終わったということでみんなバラバラになっていきましたね。ラブちゃんもどっか行くのかな。この猫兄さんのこの首輪なんですけれども、これがね僕が一番最初に作った首輪なんですよね。お姉様方に混じって教えてもらいました。ラブちゃん何でも似合うからとっても可愛いですよね。ラブちゃん意外とね甘えたさんなんですよ。猫兄さんが座ると膝の上に来てくれましたよ。んかわいい。んスリスリいいですよね。スリスリ。長毛の子が来ました。アルティメットごはんちゃんって言います。なかなか変わった名前ですよね。今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の絵にはよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければ